そういやさっきの歌。パンダ。パパンダ。コパンダ。なるほど。なまんだはおらへんのやな。そっか。このパンダ。母さんの愛情を得ぬまま育ってもうたんやな。アニメのことを漫画と呼ぶのも知らんのやろな。PS やゲームキューブ、携帯からパソコンまであらゆる電子機器をファミコンと呼称することも。電話に出た時だけ声が良いオクターブ上昇することも知らんのか。ともなれば、このパンダーが歩みを止めたのもガテンタイプ。親が子を与える愛情ってのはな。パピコやねん、パピコやねん、パピコやねん、パピコやねん。お前さんはコンビニでパピコを買ったとき、なぜか一つしか入ってなかった。本来ならば二つ同時にパピれるはずだった。周りの子たちは次々とパピっていく。当然、おっパピは二つないとできない芸当である。ソロパピにできることと言ったら、みんな見てみて。パピコ入ってきちゃった。そう、チンパピだね。そこを。けれど、異端児はいつだって阻害される。どうして自分だけ、と頭を悩ませる。感情に身を任せて天然に詰め寄ったりもしただろう。帰ってくる返答は、自分がいかないでわかんないよ。そういうことやろ。パンダ。だんまり、か。いいだろう。貴様はそこでくすぶっていろ。口だけ開けて飴と埃だけ食ってかろうじて生きながらいるがいい。所詮は熊畜生。動物園で笹をモキュモキュしちょるだけの、敗北者じゃけい。ポン！決まったわ。人がいた。もしかして、さっきの疲れた？パピコやねん、行かれてたやるか。あん？なーに見てんだこれ。うん？ちっちぇー。なんでこの人が速なのー。ぐつぐつ健康ってあー。私だけでもすごくだったー。許してちゃって、よく許してたー。まあ、これで気に入ったらそうだよね。よくないのだ、え。
沖縄にもイメージというものがある。神秘的でミステリアスで崇高チックなその面影、かくれんぼ絶対強者。そう、アルティメットアブソリュートミステリアスゴッドというイメージがルビダッサ。そもそも普段から沖縄詩人としての立ち振る舞い、遺伝を保ってきた。好きな男性のタイプは？既得権を行使するのだ。好きな人教えてよ。わら、既得権を行使するの。おとみさん、それがどうだ。たった一度のミス、患者さんになるという実態を犯し、このざまだ。いや、そうはならんやろ。なっとる。やろかい。はぁ、きっと自覚していないのでしょうね。あなた、どちらかといえば可愛い系だと思うわ。え、何を言っておるのだ。おい、そこのお前、正直に言え。言うほど沖縄か、か、かは可愛いか。お前もそれやるんかい。とにかく沖縄、沖縄のイメージを守りたいのだ。パンダさんなどという可愛らしいイメージは払拭せねばならぬ。というわけで沖縄の遺伝回復となる良い案を考えてはくれぬか。あ、パンダだ、可愛い。パンダさんだぞ。ガオーン。じゃあ、ノリノリじゃねえか。簡単な話じゃないの。あなたは今チェンから可愛い存在という認識になっている。遺伝を取り戻したくば、かっこいい存在であると認識させればいいだけ。かっこいい存在と言われても、沖縄今可愛さ全振り心なんだが。お、調子乗り出したか。パンダが可愛いというイメージは皆が持ち合わせた認識。ならばかっこいいイメージときたら、ライオンよ。なるほど、ライオンはかっこいいという先入観のおかげで必然的にかっこいい存在であると認識させられるな。では早速、どうだ、かっこいいか。可愛くてどうしよう。あ、ライオンだ、かっこいい。ライオンさんだぞ。あ、おーおー、じゃあやったわね、かっこいいですって。あ、これもゆかりちゃんのおかげだ。それ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 、かっこいいわね。もうやったな、お返しだ。それ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 、はい、次ゆかりんのターン。それ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 お祭りだい。変わってなくないか。え、見比べているとわかるか。チェンちゃんの発言したかっこいいは可愛いと同義だ。違うのだ、沖縄の求めているかっこいいとはほど遠いのだ。神秘的でミステリアスで崇高チックなその面影、かくれんぼ絶対強、シャカシャカうさいな。え、何、楽しくなっちゃった。楽しくなっちゃった。楽しくなっちゃったんだ。幾度となく挑んでやまなかったが、我ら賢者の知力を用いても未だ現状は改善せぬ。これは由々しき事態だ。何としてもこの苦難を乗り越えねばならない。可愛い我が従順なしもべたちよ、頼む、お前たちの力が必要だ。この現状を打破する良いアイデアを考えてはくれぬか。この現状を打破する方法ですか。ああ、そうだ、この現状を打破する方法だ。ちなみにパンダとライオンは検証済みよ。パンダ？ライオン？これってどういうこと。さあ、好きな動物でも答えとけば。好きな動物か、ヤブイヌとか。そう、生息し、後ろ向きに走ることができる、後ろ向きに走ることができる、後ろ向きに走ることができる。キスもしたくなってくるでしょ。強気がクラブアスなるか。今夜も勝負な気がある。やーぶりにうたわん。
ダメだったか。ダメだったわね。これ何してんすか。他にかっこいい生き物と言ったらショッキングピンク、ドラゴン、ミリピートくらいしか思いつかない。やるんですか。ショッキングピンク、ドラゴン、ミリピート、やりたい。あれを体現するのは至難の技よ。確かにあのクドラーンとした箇所とかどう表現したら良いものか。私に良い考えがあります。提案があるのか。いちご味ちゃん、まず椅子を4つ用意します。座ります。お膝にもたれかかります。椅子を除去します。安定する。すごい、全然バランスが崩れない。まさにショッキングって感じ。俺ならきっと。どう？なんかこう、防湿のエモーションって感じ。うむ、追い込みが必要だな。よしみんな、一気に畳みかけるぞ。はい。どうだ、レンちゃん、ショッキングピンク、ドラゴン、ミリピートとかした我々はかっこいいか？かっこ悪い、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 かっこ悪い。探索尽きたな。かっこよさを演出するならシリアスバトルとかどうでしょう。ああ、アスバね、アスバ。なんだその独特な訳し方は。アスバリン星、それだ。え、その方法ならきっとうまくいく。もう一度言ってくれ。アスバリン星、それじゃない。シリアスバトルだよ。シリアスバトル、やるんですか。シリアスバトル、なりたい。この動画は第10回東方ニコ動祭に投稿する動画ですよ。そんな難しいアクションモーションとか作る時間ないじゃん、ないじゃん、思うじゃん。こんなこともあろうかとあらかじめご用意いたしました。それが